曲がりスナックサンデーシックス、わっしょい、わっしょい。はい、こんばんは。今週も始まりました、曲がりスナックサンデーシックスの、ドラゴンの回となります。よろしくお願いします。ではですね、まず放送にあたって、まあ、ウイルス対策ですね、させていただいているので、まずはちょっとこれのご案内をさせていただきます。このスタジオですね、収録生放送のスタジオ内、こちらトレールフレッシュというですね、オゾンの発生器を使いまして、室内きれいなクリーンな空気でお送りしております。で、合わせて、まあ、収録前はですね、テレビの消毒、あと検温をしっかりさせていただいているので、まあ、あとこのパーテーションですね、やってますので、ちょっとマスクなしで放送させていただいております。よろしくお願いします。あとですね、ちょっと紹介するものがですね、いくつかございまして、パス、あと1個、やってくれますか、ミリさん。はい、ありがとうございます。パス、はい、はい、鳥小屋ズリ FM はインターネット型のテレビラジオです。まあ、こうやって音声だけじゃなくてテレビと同じように画像も出ますので、まあ、ちょっとですね、楽しく見ていただければと思います。まあ、その他、番組に関するお問い合わせ等はこちらの、URL ですね、ミリちゃんの方のやつに送ってもらえればと思います。あと番組の応援の会、こちら会員様募集しております。ありがとうございます。まあ、会員になってもらうと生放送の見学とかですね、番組 MC とのイベント、あとはですね、放送中のテレビ電話をつないで、まあ、出演とかですね、いろいろ、まあ、楽しい特典がありますので、もしよかったらお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。で、あと放送中ですね、Twitter にて、メッセージ、あとご質問をリアルタイムで、受付しております。まあ、送ってもらえればその場でお答えですとか読み上げさせていただきますので、ぜひぜひお送りください。まあ、あとですね、まあ、これツイッターの DM で受け付けてるんですが、まあ、その他うちの番組では、まあ、出演してる方に直接 LINE を送ってもらえれば、合わせてそれも読ませていただいて、こうなんだろう、答えさせていただきますので、ぜひ送っていただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。で、本日のですね、出演の皆様のご紹介させていただきます。まあ、まずは、番組のサブ MC、ミリちゃんです。どうもミリです。よろしくお願いします。イエイイエイ。今日もね、音声が大きい、はい、ミリちゃんの声がでかい、はい、ありがとうございます。で、あと真ん中の方は本日のゲストですね、東上野にある、居酒屋さんのカンケリさんというところの、ケンさんです。カンケリのケンです。よろしくお願いします。いやいやいや、よろしくお願いします。いや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 で、今日はね、11月21日なんですけども、まあ、鳥の市ですね。おう、そうだ。そう、一応今日は二の鳥かな。二の鳥。そうですね。うん、まあ、昨日、まあ、ドラゴン土曜日営業してるんですけど、まあ、お客様、鳥の市行った後に来ていただいて、はいはいはい、めちゃめちゃ重い熊手を持ってきてくれて。すごい。もうあの、30万円って言ってました。すごい。ちょっとくれたの。いや、もらえなかったですね。その方が持って帰ったの。あ、そうですそうですそうですね。いきなり30万円もらったらちょっとね、ちょっと大きくなっちゃうんですけど。大きくなっちゃう。その方はちょっと銀座であの飲食店をやってらっしゃる方で、そうです、毎年行かれてるみたいで。すごい。立派だね。めちゃめちゃ立派でした。本当に、あ、もうこの多分この画面に収まりきらないぐらい大きいやつで。豪華だな。豪華なやつだった。まああれはね、毎年毎年こう、うん、サイズを大きくしてって、うん、まあ、商売繁盛祈願するっていうものなんで、うん、まあ大きい分そんだけ歴史があるお店さんだとは思うんですけども、うん、ケンさんとかは鳥の市とかはどうですか。鳥の市ちっちゃい頃ね、よく行きましたけど、まあ、商売始めて、まあ、まだ買ってないですね。買って置いといたら
まあ、いきなり盗まれそうな気もしますけど。そうですね、あれお客さんにしてるよね。まあでもあれそうですよね、現金差しとくんですよね。そう、差すでしょ、うん、そう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 、高いところにね、たまにこうお店であったりとかするけどね。確かに確かに、まあ、間違えてちょっとね、飲み行くかって使っちゃうんですあまり良くない。まあまあまあそうですね、やっちゃいますね。まあまあ、そのね、熊手を買う以外でもね、その出店が出てたり、うん、まあ、去年はまあね、某ウイルスの影響で、ね、はい、あの鳥の市やってなかったと思うんですけど、うん、まあ、出店も多くて、やっぱりそういうところでも、ね、熊手買う以外の方でも楽しめるのかなと思うので、うん、まあ、まだやってるんですよね。あ、まだやってるやってる、うん、この辺だと大鳥神社さんかな。大鳥さんがいいですね。そうですね、うん、よし、食べに行こう。食べか、食べに行こう。たくさん食べてもろて。だからね、もし今見てて、出店とかに来たい人はぜひですね、あの二の鳥行ってもらえたら楽しいんじゃないかなと思います。ぜひ食べに似合いますよ。あ、ミニちゃんに似合いますか。うるさいんじゃないか。大丈夫か。まあ、声でかいから多分すぐ見つかると思う。30万円の熊手を。熊手持って。ね、みーちゃんの体重と同じぐらいなんじゃないかと、ね。あ、そうですね。もう私はリンゴ、あ、なんでもないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね。で、いつもはこのこの後 CM ですね。まあこう提供というか、スポンサー様になっていただいた場合、こういう CM 流しますよってやつやってるんですけど、うん、まあ今日はちょっとその CM ではなくてですね。まあうちの常連のお客様が、あのブラジルの、貿易会、ブラジルとの貿易会社をやっていて、イノキみたいだね。あ、確かに、そうですね。ブラジル、ブラジルといえばイノキ。あ、テキーラとかもそうなんでしたっけ？なんか最初に入れたのが確かそうだったような。テキーラもそうだっけ？タバスコとか。あ、タバスコだ、タバスコ、うん、そうですそうです、タバスコがね、そのイノキさんが持ってきたとかあるんですが、まあ、その方、そのうちの常連さんはイノキさんじゃないですね。イノキさんじゃない。いや、違う違う。猪木さんではないんですけども、まあ、その方、まあ、その貿易取り扱っている商品の中でちょっとお酒があって、うん、この前あの飲ませていただいたんでしょうけど、ちょっとタイミングがあって、めちゃめちゃ美味しくて、テキーラね、あ、テキーラ、テキーラ、まあ、度数的にはテキーラと同じぐらいなんですけど、サトウキビのでこう蒸留してるお酒で、うん、めちゃめちゃ美味しかったので、ちょっと紹介させていただければ。あ、今そう出ました、こちらですね。美味しそう、はい、あるテザナウ。あ、そうですね、ちょっと手作りで作っているっていう、あのお酒なんですけども、で今日ここで一杯飲める。あ、もう飲めたらいいんですが、ちょっと準備不足で申し訳ありません。飲めないの。あのドラゴンに来ていただければ、ちょっと味見させて、味見でちょっとお出しするんで、はい、味見、スタッフも OK ですか。あ、よかったら、あ、大丈夫ですか、ね、ミニちゃんも味見してください。あ、本当ですか。私テキーラ禁止令が出てるから、はい、あ、でもテキーラみたいに、まあ、グイグイってこう一気に飲むんじゃなくて、本当に味わって、度数は高いんですけど、まあ、そのあのこうストレートでも、飲み方いろいろあって、もちろんそうですね、ストレートロック、まあ、あと割ってもいいんですが、すごい美味しいです。うちだと、あ、まあこれあのカシャーサっていうお酒なんですね。言えないね。カシャーサ。カシャーサ。カシャーサ。あ、そうですね。カシャーサってお酒の、これがこちらのメーカーさんが、カシャーサダキンタ、キンタさん、キンタっていう。あ、キンタか。そうですね。銘柄なんですけども、まあ、こちらのお酒がすごい美味しくて、ちょっと今ドラゴンおすすめのお酒なんで。金太の大冒険ね。金太、うん、ね、カラオケでたまに歌う方もいますけどね。そうです。こちらがですね、まあ、サトウキビの蒸留酒っていう感じなんですが、まあ、テキーラはまあ一気飲みするんですけど、一気っていうかまあショットでバッて飲むんですけど、うん、これは本当に、まあ、ロックでもいいし、もちろんショットでもいいんですけど、まあ、味わいながら飲むようなお酒で、まあ、種類も何種類かあって、まあこう多くの樽で作ってるやつとか、まあ、いろいろ種類があるので、まあ、ぜひちょっともし気になるなって方はドラゴンに来た時にお声掛けいただければ。お店で飲んでくださいねっていうことね。あ、そうですね。あ、なるほど。で、合わせてボトル欲しいって方は、お持ち帰りしたいというか家で飲みたいって方は同じくドラゴンで、あのお問い合わせいただければ、お、はい、こうこうなんだろう、代理店さんにおつなぎできますので、うんうん、ぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。飲みたいです。飲みたい、飲みたい、飲んでください。飲もう、うん、よろしくお願いします。てか飲みたくなってきちゃった。そうですね、まあお酒ということで
ちょっと乾杯させていただきますかね。おすいません、待ってました。今日も飲ませていただきます。カラカラですよ。じゃあすいません、開けさせていただきます。はい、失礼します。失礼します。じゃあすいません、じゃあミリさん乾杯の温度お願いします。じゃあ皆さんお手を拝借。あそれは違う。じゃあ皆さん乾杯。えいえい、乾杯。いただきます。どんどんいただきます。お疲れ様です。いただきます。早い早い、飲むのが早い。まあずっともうお酒を欲しかった。ああ、うまい。皆さんはお酒飲んでますでしょうか。ね、今日はうまい、まあ、ラジオもそうですがね、日本シリーズやってらっしゃるんですかね、確か。まあそういう、まあ、裏番組もサザエさんがやってたり、チームマルコちゃんがやったりしてますが、ぜひですね、この放送を見ていただけたら楽しいんじゃないかと思うんで、うん、チャンネルは引き続きそのままよろしくお願いします。はい、見てやってください。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、あの今回ケンさん来ていただいたので、はい、ケンさんのお店のですね紹介をさせていただければと思いますので。はい、ありがとうございます。はい、普通に喋ればいいんですか。ああそうです。はい、カンケリというですね、台東区は東上野にあるお店です。まあ、居酒屋なんですけれども、だし料理ということで、まあ、私だしが好きなもので、こう下町で美味しいだしを食べながら、まあ、飲んで騒ぎましょうというようなお店です。で、ちょうどあれですか、令和元年創業なんですよ。おー、なのでめでたい。ドラゴンさんも一緒だよね。あ、一緒です、一緒です。同じ年に創業して。あ、そうだったんですね。そうなの。そうそうそう、だから同級生。同級生で、そうです、ね、そうです、そうです。で半年ぐらいしたら、まあ、うちは7月オープンだったんだけど、3月でしたよね、確かね。うちはあれです、9月なんです。あ、9月か。ほぼほぼちょっと一緒だ。同じぐらいのタイミングで、半年ぐらいでコロナ、ね、なって、そうですね、で休業とかね、やりながら、また最近やっと再開したっていうことで、うんうんうん、まあ、令和元年から始めて2年半ぐらいなんですけど、半分以上、まあ、コロナでやってなかったっていうね。あ、まあ、まだ、まあ、でもそうですよね、うん、なんでオープンしたてのお店というふうな感じかもしれないですね。でも本当にお店もすごい綺麗で。あ、ありがとうございます。あ、そうです、そうです。もう料理も美味しい、お酒も種類豊富で、飲みすぎちゃう。酔っ払って私偉い事件を、まあ、やったね。そうですね、ドラゴンでね、ちょっと自粛等解除されてから、うん、懇親会みたいのドラゴンのメンバーでさせていただいたりしてるんで、はい、まあ、その際はね、ちょっとすごいうるさくて迷惑かけたかもしれない、はい、申し訳なかったです。はい、楽しんでいただけたんだなと思って。いや、めっちゃ楽しかったですよ。もうお酒も美味しい、はい、本当にもうありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。あ、じゃあちょっと雰囲気が分かる店内の動画がありますので、ちょっとそちらも見ていただきたいと思います。これ入り口ですね。あ、これ動画。あ、これ動画です。あ、ちょっと長いのかな、ね、入ってのれんくぐってですね。あ、これ入り口の左側にちょっとしたオブジェとか、昔の昭和時代のおもちゃとかですね、まあ、そんなものを置いたりしてます。昭和感じますよ。そうですね、やっぱり昭和下町だし酒場っていうタイトルがついてるんですね。ちょっと私も昭和な人間なもんで、これ好きですね。ビールとか、あ、これテキストラって私たち仲間なんですかね。あ、やっぱそうなんですね、はい、ずっと気になってます。そうなんです。どうだったんだろう。試食会とかお友達呼んで撮影やるよって言って、はい、そうで、カウンターがありまして、まあ、そこで、ね、お酒を楽しんでいただける。この2人も同級生なんですけど、ね、はい、そうですね、はい、ゲストに出てます。厨房ですね、一応料理大体作れるんで、機器も大体揃ってますので、いろんなお料理できると思います。で、みんなお友達来てますね、はい、まあこんなような雰囲気のお店でございます。ありがとうございます。お菓子だ。あ、お菓子ボリボリ食った。やっぱ紹介中やっぱダメですよ。今日はね、ちょっと今日はミリちゃんがね、お菓子持参できてます。あ、すげえ食って。まあちょっとそういう関係さんなんですが、まあ、ちょっと私も、何度か行かせていただいてて、めちゃめちゃ本当にだし料理ですね。唐揚げ、うん、だしの唐揚げ、はい、あれは本当美味しくて、
ちょっとまた食べたいなと思う。あの、普通のレギュラーメニューでもあるんですか？あ、ありますよ。あ、本当ですか？あ、じゃあ、はい、本当食べに行きたいと思います。いや、最初の料理を考えるときに、はい、最初の料理長と、いや、出汁料理何がありますかねなんて言って、まあ、僕なりに考えるじゃないですか。あ、はい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 、オーソドックスな家庭料理を、うん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 、そしたらその料理長が、あの、唐揚げでこれやったら美味しいと思いますよって言って、で、自作で作ってくれたんですよ。で、食べたらすごく美味しく、食べたことない味だったんですよね。あ、はいはいはい、これいいんじゃないって話になって、で、やっぱり、あの、ずっと人気メニューで、あ、やっぱ人気メニューなんですね、はい、おかげさまで。いや、でも本当に美味しくて、はい、あ、ツイッターにコメントが届きました。ツイッターですか？ツイッターにコメントが届きました。ありがとうございます。いや、でも本当に皆さん行ってほしいですね。あの、関係さん、ぜひ。よろしくお願いします。お酒飲んでて、胃に優しい。胃に優しいはい、メッセージいただきました。あ、コバですね。うちの常連さんのお客さん、コバからメッセージいただきました。カシャーサで酔っ払ってるミリちゃんに会いに行きますってことでね。待ってるよ待ってるよコバ見てる、ありがとう。いつもありがとうコバ。ぜひね、あの、コバも、このなんだろう、ドラゴン周辺、まあ、割と近めに住んでらっしゃるので、ぜひ関係者に行っていただけたら、うんうん、絶対ぜひぜひ絶対行くべき、本当に。そうそうそう、コバさんお待ちします。本当美味しい、うん、なんならちょっと一緒に行こう、コバ。あ、行こう行こう。ね、よろしくお願いします。メッセージありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、だから本当に関係理さんは、なんだろう、食べてても罪悪感がないというか、なんか体に優しい感じが。そう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 。で、バリバリ食べても、わーって食べても大丈夫ですよね。大丈夫。だし、だ、本当になんかこう和食というか、うん、こう安らぐ感じ。なんかいつも大体ラーメン食べてるんで、確かに、私。ラーメンととんかつばっか食べてるんで、またなんか私関西人だから、なんか余計に出汁料理がすっごく嬉しくて、出汁文化だもんね。そうですそうです、だからめっちゃ美味しいと思って、もう行くぜ、県産のお店行くぜっていつも本当にもう確認しましたもん。絶対やってんねこれ、行くぜってやって本当やってる。機械室で聞きました、やってますよねって。じゃあまた、すいません、ツイッターにメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。あ、もうこうさん、あの、うちの常連のお客様、いつもメッセージありがとうございます。こんばんは、こうです。こんばんは。今回も嫁とバッチリ一緒させていただいてます。いや、ありがとうございます。ミリちゃんはおつまみ自前ですかちなみに何を食べてますか、嫁より。これ商品名言って、商品名は言わない方がいい。あの、雰囲気で商品を伝えてください。あの、当ててください。カリボリボリサクサクしてる。商品は言っちゃいけない。言っちゃいけないけど、物は見せてない。物はいいかもしれない。これ。これ。そうね。カリカリした。わかるかな。ねじれてる。カリカリしたねじれてる某コンビニで売られてるものを食べてます。食べてます。コンビニあります。美味しいよね。めっちゃ美味しい。しい。ケンさんが食べてるのか、食べてですか。そうね。控え室でね。やだ、食い地張ってる女がよ。まあまあ、ミリちゃんらしくて、うん、いいじゃないでしょうか。いつもお客さんのおつまみ食べてます。ありがとうございます、いつも。平らげてください。いや、こうやってね、メッセージいただけたら、あの、リアルタイムでお答えしますので、ぜひ、Twitter の DM でもいいですし、あの、私たち、まあ、ケンさんも含めてですが、直接 LINE でもいいので、はい、メッセージください。よろしくお願いします。お待ちしてます。お願いします。ありがとうございます。ケンさんとかは、メッセージ来てます、うんうん、なんかね、はい、微妙なメッセージが来てるね。あ、読みましょう、ぜひぜひ。ちょっと待って、ね、あの、名前、ね、名前支障がなければ、うん、あのね、言っていただいて、ちょっと待って、やり取り中みたいな感じの。ああ、なるほどなるほど。これを見て送ってきてくれてるのか、普通に送ってきてるのかわからないのもちょっとあったりとか。ちょっと確定するので。そうですね。ちょっと温めて。ごめんなさい。すいません。大丈夫ですよ。いや、私がケンさんにメッセージ送ります。なんでだよ。なんで今送る。ここでやり取りしてる。喋れって。あと関係さんの、あの、アクセスマップありますか。ちょっと今画像で出していただきます。あ、すいません。あの、台東区の東上野っていうエリアなんですが。ちょっと、あの、写真とか、あの、マップの方はアップできますかね。ごめんなさい。うん、上野駅と御徒町駅のちょうど間ぐらいで。あの、エイジ病院っていうですね、あの、大きい、はい、病院があるんですけど、ね、はいはいはい、まあ、そのすぐ裏手って言いますかね、脇のところにあります。結構すごい近いですよね、上野駅から。
結構すごくはないけど。え、私めっちゃ近いなと思って結構すごいという表現が曖昧すぎてびっくりする。5分ぐらいは歩くと思うけど、ね、え、でも5分なんで圏内ですよ本当に。まあまあまあ、そうですね、関係理で検索いただくと出てくると思いますんで、よかったら足を運んでみてください。お願いします。お願いします。本当に多分御徒町からも上野駅からもすごい行きやすいんで、うん、頂戴だからね。そうですね、うん、ドラゴンさんから10分ちょっとぐらいね。あ、そうですね、ドラゴンさんからは10分ちょっとで、うん、ありがとうございます。ぜひ二次会はドラゴンで行きます。ありがとうございます。はい、ケンさんに質問です。はい、関係理という名前はなんで関係理になったんですか。え、それはみりちゃんからの質問。私からの質問です。あのですね、まあ、昭和下町だし酒場という、まあ、昭和で家に帰ってきて食べるご飯、家庭料理、まあ、それイメージしたので、うん、まあ、子供の頃こうただいまって帰る時ってよく関係理やってたんですよね僕ら。関係理ってやってなかった。やってました。関係とか泥系とか。泥系とかね。そうそうそう、私もやってましたよ。やってたの。やってました、やってました。私もやってましたよ。なんか私ソロ版習ってたんですけど、はい、ソロ版の塾終わった後にみんなでわーってやって。何やるの。関係理とか。あ、ってたんだ。あ、それこそ本当になんかみんなでジュース1本買って割り勘して、うんうん、でそれで関係理しようっつってやってました本当に。お、だからそれを得意だね関係理の、ね、あ、もう、ま、マジあの蹴り飛ばすのマジで蹴り飛ばす。違うものだ。そう違う。え、だから最初にあのケンさんのお店行く、うん、行った時に関係理っていう名前を、うん、聞いた瞬間にその思い出が、うーん、なんかあれですよね、その昔の思い出も思い出せる名前でいいですよね。お店やるよって言った時に仲間何人か集まって、はい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 、どんな名前にしよう考えてんだよねなんて、昔のやつがいいよねなんて言ってたら、いろいろ出てくるじゃないですか。うん、まあ案が、めんことかね。あ、めんこ、まあ、いろんな。やってたやってた。出てきて、こいこいとか、はいはい、そう、こいこいがね。こいやる。いや、最近やったんだけど。子供の頃花札そんなやんなかったかな。ああ、ちょっと私、ね、やってた。年齢詐称してるかもしれない、ね。ああ、こう見えて。こう見えて詐称してるかもしれない。その中でいろいろあったんだけど、はいはいはい、まあ、語呂的に、まあ、僕関係理も好きだし、うん、関係理がいいかなっていうことで、それで、はい、関係理っていう名前に。ああ、そうなんですね、はい、すごい親しみやすい名前だ。名前と、うん、あとスッて覚えられる名前だなと。そうです、本当に思いました。ありがとうございます。なんかね、だからこう昭和な雰囲気、お店も結構昭和な雰囲気で、さっきそうです、ね、映像にあったように、うん、こうなんだろう、昭和のおもちゃとか置いてあったりしたんで、うん、はい、まあ、ぜひですね、昭和を思い出したい方は行っていただけたら嬉しいと思います。え、折り紙できるんですか。折り紙ありますよ。あ、本当ですか。はい、あのね、はい、みんなね、あのみんなじゃないな、あの特定の人ですけども、はいはい、鶴を折っていくんですよ、あの、はいはいはい、箸袋とかで、はいはい、超ちっちゃい、超ちっちゃいのとか、すごい、で今あのトイレの前の鏡の前にありますね、いっぱいこう、あ、確かにだんだんちっちゃくなってる、ね、あー、すごい、はい、え、あの酔っ払った時に鶴折ろうぜっていうのはなんか面白そうですよね。何出来上がるんだろうね。ドラゴン作っちゃうでしょ。あー、そうですね、もうめちゃめちゃ難しい。ええ、なんか折り方のなんか本とかってあるんですか、そういう。まあ、最近みんなこれでね、うん、確かにこれでね、スマホでね、うん、調べられる、最先端の時代に動画見ながら、そう、うん、確かに作っていただいて。私はツール折れないんですよね。ああ、でもね、その動画を見ると、はい、もう子供でも折れますから。あ、本当ですか。うん、やばい。姉ちゃん絶対折れる。あ、これで折れなかったらやばい。じゃあやってみようか。そうね、やってみましょう。うん、ね、やってみよう。ケンさん、私ツール折りますよ。何が出来上がるかね。確かに、うん、これ何でしょうか、当てながらね。チュリップっつって。一番簡単ですね。ね、ああ、ツイッターに、あ、おう、ツイッターにメッセージが届きました。ありがとうございます。あ、でも関係さん、お酒っていうのはどういう種類を置いてるんですか。お酒ですか、はい、まあ、ビールから始まり、ああ、はいはいはい、はいはい、で焼酎、日本酒ですよね。へえ、サワー関係、はいはいはい、ちょっと変わったとこでそのテキーラとか、ああ、はい、テキーラも置いてたんだ。あるんですよ、梅酒とか。で最近あのちょっと好きなのがあのジンが好きで、うん、ああジン、はいはい、ジンをちょっと入れ始めて、へえ、あれをこうジンソーダですよね。ああ、はいはいはい、でレモンとか
ジントニックにしないでそのまま飲むっていうのは意外とハマっちゃって僕。あ、そうなんですね。あ、じゃあジンとソーダ、はい、ジンソーダ、ジンリッキーってやつですかね。リッキーなのかな確か、うんうん、あれがね美味しいですよね。意外とねそうハマってます。うん、お店でもちょっとできるんですか。はい、あ、できます。あ、はい、ジン、まあ、だし料理と全然関係なくなっちゃったね。いいんですよ、お酒 も種類豊富、だし料理これがいいんですよ。まだ、あ、でも酒飲みにはあの、ね、人気があるのがレモンハイとあと金抹茶ハイ、抹茶の、あ、うん、あ、私飲んでましたよ。飲んでましたよね、抹茶ハイ。あ、はい、だ飲んでたね、だからお茶ハイがいいですって言ったら抹茶なんですけど、上飲んでみたいです、うん、わーって飲んで、わー飲んだね、わー飲んで、ペーってペーって。さあ、あれあれで、あれね、女性の人飲むと必ずおかわりって言って、必ず皆さんおかわりですよね。美味しいです、本当に。なんか、ね、抹茶杯、確かに違う店でもあるんですけど、うんうん、私、ケンさんの店の抹茶杯忘れられないです、本当に。あれ、いっぱいいっぱい全部こうシャカシャカやってるから。シャカシャカやってるんですか。やってるやってる、抹茶こう立てて、結構なお手前入れて、そうそうそう、さすが。次、結構なお手前入れて言いますよね。はい、言います。じゃあ、お茶杯をいただきます。あ、飲んでください、ミニさん。選びます。早いな。あ、じゃあメッセージいただいておりますので読ませていただきます。あ、これはですね、みなママ様からメッセージいただきました。ありがとうございます。ケンさんへ、うなぎが始まったらしいですね。はい、唐揚げも美味しいです。今度ランチも食べに行きますね。お金持ちの石ワンコごちそうしてねということで、まあ、ケンさんに対するメッセージと、まあ、お金持ちの石ワンコ様に対してのメッセージをいただいております。微妙な。あ、でもあれ、うなぎ始まったんですか。はい、あのうなぎちょっと実験的になんですけども、今夜のメニューでうなぎをちょっと入れてまして、うまきとかね。あ、いや、うん、最高ですね。肝串とか、あ、うざくとか、はい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 、あとちょっとあのうな丼とかね。あ、もうがっつりうな丼もあるんですね。うな丼もあります。あと白焼き。あ、最高。酒がうちはね、やっぱりそれ出汁でこうくぐらせて食べるっていうね。あ、ちょっと新しい食べ物。これいいですね。はい、すごい。うな出汁茶漬けとか。私お魚苦手なんですけど、うなぎ食べれるんですよね、意外と。だから食べたい。ぜひ食べに行ってください。あ、ぜひ。スタミナつきますね。スタミナね、つきますね。そうそうね、つきますよ。スタミナがつきます。あ、でも何言うかと思った。確かに知識不足が分かる。びっくりした。飲みます。飲んでください。お願いします。皆さん飲んでください。ありがとうございます、ママ。いや、でもあとはですね、ちょっとメッセージちょっといっぱいいただいてます。すいません。あ、チーボーさんからいつもありがとうございます。チーボーさん、ありがとうございます。カンケリンの大将はカラオケされますか。今度ドラゴンでお会いできたら聞かせてください。お店今度行きますということで、あ、ありがとうございます。チーボーさんからいただいております。カラオケ、そうですね、あのよく知ってると思いますけど、ね、そうですね、いや、もう本当に行って、で、あのやっぱ昭和なんでね、ちょっと古い歌が多いんですけども、あの割とそうですね、あんまりバーってよりもあのしっとりとした曲が多いかもしれないですね。え、これは歌手名言って大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫。じゃあ、あの私は、え、曲名も大丈夫なんですよね。そしたら、あの私はサザンの愛しのエリーを歌ってるケンさんが忘れられないです。あの、そうですね、はい、桑田さん好きなんで。あ、そうですね、はい、本当に。てかそれしか知らないって言ったら、いやいや、そうなんです。でもケンさんといえばサザン。サザン、まあ、でも本当にケンさんが歌ってるサザンを聞いて、あ、サザンいいなと思って、うん、サザンの曲何個か覚えたんですよ。お、そのぐらい結構自分は影響されました、ケンさんのサザンに。あ、本当ですか。本当にそうです。全然他の方が歌っても、あ、知ってるってやつですけど、覚えましたもん、私も、はい、なんかすごいやっぱメロウな感じがいいですね、うん、ちょっとね、寝が暗いのか酔っ払うとそうなってっちゃう、ね、何を言ってます。そんなものないですよ。暗いのかもしれないな。暗くはないと思いますけどね。だからそう、本当にカラオケはめちゃめちゃ歌ってくださって、本当にそう、特にお客さんがあまりいないと、もう楽しくない。いっぱい歌ってほしいです。はい、頑張ります。ぜひよろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、一緒にカラオケお願いします。あ、ぜひぜひ。カラオケもそうだけど、あの関係さんもちぼさん行ってね。あ、はい、お願いします。よろしくお願いします。続きまして、あ、こうさんからですね、あ、メッセージ、またありがとうございます。
ありがとうございます。続いて質問ですが、最近皆さんの中であった良いことを教えてくださいということで。良いこと？なんかありますか、ミリちゃんから。私から？考えるね。じゃあ私からちょっと。あんありますあります。そんなパッと出るもんなの？先日ですね、11月8日誕生日を迎えさせていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。おいくつになったんですか？あ、年齢とかはちょっと公表してないんで、ごめんなさい。年齢の話ですもんね。大丈夫です、38になりました。ありがとうございます。38歳になりました。ありがとうございます。そうで、お店でね、ちょっとイベントってわけじゃないんですが、ちょっと誕生日ですってことでやらせていただいたときに、ちょっといろいろお祝いをしていただいて、まあ、ケンさんにもお祝いいただきまして、ああ、いやいや、大したんじゃなくて、あの日本酒をいただいたんですよ。めちゃめちゃ美味しかった。あの、何でそこ笑うと、違う違う、普通にうーんっつって、あの荒政酒造さんのナンバー6の、あの、はい、限定の、うん、あの瓶をいただいて、あ、いや、まあ、めちゃめちゃ美味しくて一瞬で飲みました。もうだからね、そういう、なんだろう、お祝いをいただいて、まあ、その中で、まあ、お酒もいただいてたんですけど、 あとさっきのカシャーサの、おー、まあ、常連のお客様にもカシャーサのこう味が違うやつをいただいて、それもちょっと美味しくて、まあ、すごいお酒もいただいたんですけども、あとはあの手作りで T シャツを作っていただいて、そう、あのこれじゃなくて、あ、これじゃないです、あの ミチコロンドンじゃない、ミチコロンドンのドラゴン T シャツではなくて、なくてまた別で作っていただいて、今日着て持ってきてるんですけど、あの着たところ、うん、ピチピチでピチピチで入らなかったっていう、あのサイズ聞かれたんですよ、一回あの、うん、いただく前に、うん、でその時は XL で大丈夫ですって、あの、まあ、それをもらうとは分かんない中で、うん、サイズいくつって聞かれて、 XL で大丈夫ですって言って作っていただいたんですけども、あのすいません、ピチピチでちょっとまだ切れません。ただえ、ただなんかちょっとこうスリット入れながらさ、なんか、あ、セクシーにいい感じで切るとか、なんかアレンジできそうだよね。あ、そうですね、うん、まあ、なので、まあ、ただ今ちょっと減量順調に進んでるので、あ、やってんの？やってます。ちょっとそれ減量の暁には着させていただくのと、うん、まあ、ちょっと後でですね、一回 CM というか、あの音楽挟みますので、その後にちょっとね、すごい似顔絵が入ってる T シャツと、あとちょっとドラゴンの、いろんな国の言葉でドラゴンって書いてある T シャツを作ってもらって、アイデアがいいね。まあ、ちょっとそれを後で見させていただきたい。ここでちょっと発表というか、お、見ていただけたらと思うので、それはちょっと後のお楽しみで。私も見てないんですよね。あ、本当。まあ、そんな感じでちょっといろいろお祝いをですね、まあ、お酒をいただいたり、もちろんシャンパンともいただいて、こう幸せだなって思いながら過ごしました。嬉しいですよね。まあ、自分はちょっとそういうことがありました、ね、え、いいことってそういういいこと、なんか他の人いいことをしてあげたとか、そういういいことじゃない？ああ、良い行いのほどです。どっちなんだろう。あ、多分いいことは多分自分に起こったハッピーなことでいいと思います。そういうことね。そうです、そうです。ああ、まだ喋っていいのかしら。あ、もちろんもちろん、どうぞどうぞ。いいことってね、今ちょっと僕あの足をちょっと怪我しちゃいました。肉離れしちゃってるんですよ。そうなんですか？そう、もう全然分かんなかった。分かんなかったでしょ。まあ、だいぶ治りかけてきたんだけど、で歩くのがちょっとこう遅くて。で、ある日ね、あるレストランに行こうと思って、代々木だったんですよ。で、代々木、はいはい、ガードのところの踏切があって、杖ついて僕歩いたら、カン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 って閉まっちゃったの。あ、いや、間に合うだろうと思ったら、僕の前で、ガーッともう閉まっちゃって、うん、あーと思って、そしたらね、そのサラリーマンの人たちが、こうやって上げて、ちゃんとこう来てくる何人かこうやって、誘導してくれたの。めっちゃほっこり。そう、嬉しいなと思ってね。普通のこんな人に対してさ、お年寄りならなんかね、わかるけど。まあ、うん、で僕はでも一生懸命急いでたんだけど、やっぱり間に合わなくて、そうそう。うん、やってくれてね。いや、あったかいっすね。ね、確かに。いいことされたっていう話になっちゃった、ね。でもなんか良かった。でも確かになんか足怪我したって結構。結構ネックですよね、日常生活。動けないからね。ね、酔っ払って捻挫した時に、マジ二足歩行で歩いてる人たちも本当に羨ましいなと思う。いいねと思うよね。本当も本当も。私、あの、ケンさんの気持ちもマジでわかります、本当に。一番わかると思います。ちょっと、重さは違うと思います。
本当にもうだから私高いヒール履かなくなりました。あ、それで。それで。ガクってやったんだ。はい。危ないよね。一回はちょっとプライベートで、一回はドラゴンで。はい。年一でやってるんでちょっと飛び跳ねたら皆さん気をつけてください。うわあ、それ怖い。はい、飛び跳ね。禁止令が出ます。まあそうね。年末だからね。ああ、毎回弾けない。確かに。そうですね。気をつけてもらって。来年の年始営業気をつけてください。うん、私飛び跳ねるんで。まあ飛び跳ねてもいいけど怪我しないようにしてもらって。はい、あのちゃんとお店にサロンパス置いとこうと思います。そんなんでいいの？あ、大丈夫。あの誕生日であのロキソニンテープを。70枚ぐらいもらったんで私。ほっこりですよね。その時にあの腰痛がひどくて。腰痛。そう、それでいっぱいあるんでみえちゃんに。あ、ロキソニンいいよね。いいよねって言ってきたじゃん。聞くよね。聞きますね。聞きます。聞きます。下でちょっとなんか今まあその後ろ姿店長のその痛そうにしてる後ろ姿ちょっと写真撮っちゃった。ああ。なるほどね、ちょっと切ない。はい、切ない。ちょっと、ね、一緒に働いてるスタッフの人と、あの、なんか、後ろ姿切ないよね。お客さんに送って、ちょっとお祝いしてくださいって。あとメッセージいただいておりますので、こちらも読ませていただきます。はい、こちらは、お名前がですね、じかみんさん。じかみんさん。じかみんさん。メッセージありがとうございます。ありがとうございます。おいしい楽しいある、おいしい楽しいある店、ドラゴンも楽しいお店ということでね、うん、すごいなんかキャッチフレーズみたいにすごい素晴らしい。おいしい楽しいある店、ある店、ある店、そうですね、ドラゴンも楽しいお店ということで、うん、メッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。キャッチフレーズね、募集します。おいしい楽しいある店、いいですね。 ありがとうございます。私のボー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 、これよりいいですね。あ、昇竜拳、昇竜拳、ね、ドラゴンだから ね、 あの放送前に言ってるやつだからね、通じないからね。あの そういうのはあのやめていただいて。そう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 、ね、そう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 、放送前のやつ、あのオフレコで、ここで話してるやつはね通じないから、見てるからね。ということで、なんかねメッセージ来るんだけど、はいはいはい、どうして肉まだねとか、なんかすごいざっくりとしたやつがバカ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 、いいんじゃないですか。どうして肉離れ、私も気になっててざっくり読んでもらって。ちょっとこれ聞いていいんですか。読めるやつだけ読んでもらって。今直近できてるのは、はい、どうして肉離れって、私も気になります。肉離れ、肉離れですね。これ面白くないんだけど、まあ、走ってて朝のちょっと絞ってて走ってたじゃん。はいはいはい、で公園でいつもなんかエクササイズで遊具使いながら蹴ったりとかこうぶら下がったりとかやってる中で、あの大きい滑り台がこうある公園がありまして、子供が横にいっぱい滑れるようなガーッと行って、はいはいはい、でそこ下からこうダッシュをかましてまして、その何本目かでブツンっていって、あ、はい、痛そう、はい、それ私のお姉ちゃんも同じことやってました。はい、ちゃんと準備運動しててもしてなくてもやるときはやるんで、ちょっともう本当にちょっとやっぱ気をつけないといけないですね。だから滑り台にさ書いといてほしいよね。私は肉離れしますよ。危ないですよ。そんなにそういう人いるんだったら。いや本当やっぱいるんだ。お姉ちゃんが18ぐらい、うん、18でなった18でなって、こう松葉杖ついて家の中でやってたんで、うん、だから同じじゃん。いや本当に同じ、お姉ちゃんも同じことです。あの本当に筋肉つけようと頑張ってたら、うんうん、それなって。お姉ちゃんテニスやってたんですけどね、本当にもうマジでちょっと全国レベルの人、全国レベルとかじゃなくて、あのあ、びっくりした。いや全国レベルでなんかそのちょっとそういう感じの大会があって、うん、頑張ってやってたら肉離れになっちゃっ ってでその滑り台ダッシュ、滑り台ダッシュ、あ一緒だね。だからやっぱ滑り台ダッシュ何か変があるんですかね。多分ね、滑り台見るとやりたくなるのよ。やります、私もやっちゃいます。やっちゃうでしょ。やっちゃいます。だから危険ですってね、つけといてほしいよね、今度からね。私これ小松葉つけてやるんだよ。滑り台ダッシュやめてね、やめてね、やめてね。危ない危ない。ドラゴンで一番怪我しの私だけだよ。コメントいただきました、ありがとうございます。ドラゴンで怪我しの。はい、メッセージいただきました。キャップさんからメッセージいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。カンケリの唐揚げ最高です、今度はうなだしを食べに行きますということでメッセージいただきました。あ、ありがとうございます。行かれたことある方ですかね。キャップさん、キャップさんです。あ、キャップは、はい、わかりますね。ありがとうございます。あの
前の会社 の, あの野球部のメンバーのキャプテンだと思いますね。わかりやすい。はい。キャプ。はい、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続いてメッセージですね。先ほどのコバからですねメッセージいただきました。もう一回ですね。関係者さんうちから激チカでした。今から行こうと思ったらお店近いみたいなの、あ、お休みみたいなのでまたお邪魔させてもらいます。ここにいるから。関係リの関係さんのリスナーの皆様へということで、はい、バードラゴン、よかとよかバードラゴンよかとこなのでぜひお待ちしてます、うんうんうん。盛り上がりすぎてうるさかったらすいませんということで、コバから関係さんのリスナーさんにメッセージをいただいてます。いつもありがとうございます。できる男だな。はい、でも本当にいいところで、まあ、私もねよくお邪魔させてもらってますけど、ね、あ、こちらこそありがとうございます。ね、というかアットホームだよね。あ、もう本当それに尽きる感じですね。そういうお店なので。で、お客さん同士もやっぱ仲良くなるし、確かに。本当にすごい。雰囲気もいいしね。うん。うん、ありがとうございます。みーちゃんも綺麗だし、もう最高です。いやいやいや、またまた、はい、よし。じゃあ、じゃあそんなねタイミングで、ちょっと、そうアットホームつながりじゃないですけど、うん、まあうちのお客様でバンドやってる方がいて、まあ、その方も結構いろんな方と喋ってアットホームに、うちの時間を過ごしてもらってるんですが、うん、まあ、その方のちょっとバンドのですね映像がありますので、まあ、ちょっと先週も流したんですが、ちょっと違う曲でもう一回流させていただければと思いますので、ちょっと、あ、そうです、こういうやつです。そちらの映像をお流しください。よろしくお願いします。まあ、ちょっとあ、こちらですね。お、はい、はい、ありがとうございます。まあ、これはちょっとうちの、お客様で、うん、まあ、バンドやってらっしゃる方で、まあ、バンドがレッドシューズっていうバンドなんですが、レッドシューズ、うんのってね、新日本プロレス、いらっしゃるんですね。プロレスを好きっすもんね。プロレス好きなんですよ、うん、ちょっとこのすいません、まあ、鳥越で、ね、アズーさんはプロレス、あ、ね、そうです、そうです、やってらっしゃるんで、うん、本当に、はい、大好きで、なんかねちょっときっかけがあったら、うん、嬉しい、絡めればお願いします。プロレス関係とよろしくお願いします。お願いします。で、あとさっき話していたちょっとプレゼントですごい嬉しかったものの一つで、初めて見るカラオケ三昧、寿司三昧みたいな感じになってますが、かわいい、かわいい、表はねちょっとバードラゴンなんですけど、裏がと私の似顔絵を描いてプレゼントしてくれました。なんか想像したのと全然違うね。コウさん、コウさんありがとう。かわいい、かわいい、すごい、絵心ある。あと1枚あるんですけど、それはお店に来た方にお見せするんで、それはシャレ、それシークレット、お店に来た方にお見せする。あ、そう、面白い、ありがとうございます。さすがだね、ありがとうございます。
ということで、いや本当もうね、あと放送まで、放送終了までちょっとあと5分ぐらいかな、なってるんで、本当あっという間になりますね。あっという間ですね。本当あっという間でびっくりしてます。うん、あで これが着れない T シャツってやつね。あこれがちょっとサイズがね、ちっちゃくて着れない T シャツです。残念で、まあただダイエットして、まあそのうち着れますよ。絶対着るんで、お願いします、はい。ありがとうございます。はい、あメッセージ、ツイッターからメッセージいただきました。ツイッター。あヨッシーありがとうございます。あヨッシー。いつもお店に来てくれて。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ヨッシーです。最近よく拝聴させていただいてます。また関係で伺わせていただきます。ありがとうございます。だし巻き卵美味しかったです。ありがとうございます。いや行ったことあったんだ。ある方なんですね。ヨッシーさんね。あヨッシーさん。ヨッシーさんですよね。ああるんだ。え知らなかった、うん、知らなかった、あ共通のお客様がいたっていうことですね。そういうことね、すごい。あでもドラゴンさんから紹介して、ああそうだ、あ言ってた言ってた言ってた、そうだそうだ、そうですね、言ってた、シュウさんと言ってた、ね、そうだ、結構周りの店見てるって言ってます、ね、はい、機会があればドラゴンでご一緒させてください、うんうん、宣言も解除され、ぜひぜひ私は剣道を再開しましたが、うん、皆さんなんか運動してますかということで、うん、ああジム行ってます、えらい、パーソナルジムダイエットしてます、頑張ってます、僕は来年から野球始めます。あ野球、野球いいっすね、軟式野球ね、草野球、あ草野球いいっすね、楽しそう、いいな、青春だな、うん、そう、あコウさんからもまたメッセージいただきました、ありがとうございます、カンケリで、あドラゴンでケンさんのサザン聞いたような気がしますぜひカンケリ行かせていただきますありがとうございます。ちなみに視聴者特典みたいのありますかと来てますが、おいや視聴者特典なんか、あそうですね、作りたいですよね、そうですね、じゃあすごい急な振りで、ラジオ見たよとか聞いたよっていう方はお店に来ていただいた時に、今ですね東京ワクションっていうワクション、ああやってますね、うん、東京ワクションやってて、で今ちゃんとこう受けましたよっていう方に、おしんこ、まあ、ぬか漬けなんですけど、ぬか漬けをプレゼントしてます。すごい、ぬか漬けってこう免疫力がすごく上がるって、あ、ね、そうですね、言われてるじゃないですか、うんうんうん、なので、まあ、さらに免疫力を上げていただくっていうことで、あ素晴らしい、やってますんで、この、はい、放送を見た方もですね、よかったらそのおしんこぬか漬け出しますんで、はい、言ってください。そんなんですいません、ありがとうございます、ありがとうございます、お願いします、すごいめちゃめちゃ嬉しい特典、はい、美味しいですよ、めちゃくちゃ美味しい、お腹空いてきた、はい、じゃあぜひね、じゃあ関係さん行っていただいて、ぬか漬け食べてくださいよろしくお願いします、お願いします、お腹空いてきたな、お腹空いてきたね、ね、ね、なんかこれからあれでしょ、鳥の市、鳥の市はやっぱ鳥だからさ、鳥食べに行かなきゃいけない、あそう、あえ鳥あるんですか、鳥だって鳥のね、うん、位置だからね、行ったことないんですよね、あ本当、ちょうど行こうと思ったらコロナの時期かぶってるから、あ私あまあその違う祭りなら行ったことあったんです、あったんです、行かせ、何祭りだ何祭りだろで、あとですね、もうすぐちょっと番組終了するんですが、ちょっと告知を、ドラゴンの告知させてもらいます。まあ、ちょっとですね、うちの従業員のナナちゃんがですね12月誕生日で、うん、まあちょっとバースデーをやらせていただきます、あありがとうございます、こちらですね、ナナちゃん、ナナちゃん、ナナさん、12月、まあ、3日4日、金土ちょっとやらせていただくので、ぜひ2日間しかないの、そうなんです、ナナさん、これもう店入れなくなっちゃうんじゃないの、いやまあでももう席いっぱい作って準備しておきます、ぜひ遊びに来てください、席、ああでもすごい、ナナさん本当に私お世話になってま ます、ね、ちょっとねみんなで楽しくハッピーバースデーしましょうということで、はい、うん、酔っ払ってるのにいつも買い物してもらってありがとうございます、頭上がらないわであとですね、合わせて、まあ、あのバードラゴン、あの従業員も募集しておりますので、ぜひ、それで関係にも、あそうなんですね、はい、あじゃあまあ、関係理さん、和風、だし汁居酒屋さん、だし汁居酒屋、だし汁居酒屋、いや、なんなら書いてあったんですよ、あ、だし居酒屋、だし居酒屋に、だし汁居酒屋、関係理さん終わった後にドラゴンで働くありありそれ前だね、まあ、確かにその流れもありですね、うん、もう通勤時間10分だから行けるけど、うんうん、確かに、まあ、いい、そうですね、うん、ぜひちょっと関係理さんで働きたい、ドラゴンで働きたいという方はぜひ、うん、ご連絡、ドラゴンにいただいてもいいですし、もしネットで調べて、うん、どっちでも行ってもらって、ね、はい、ぜひご連絡ください、ありがとうございます、
こう。で、あと来週ですね、第4日曜日は、湯島にある、バーフラッシュバックさんの学ぶママの番組になりますので、ぜひ皆さん引き続きご視聴いただけたらと思います。学ぶママのところ行ってみたい。まだ行ってなくて、あ、ぜひ行っていただきたいです。面白いすごいお店 で、ね、ママもすごいいい方なんで、本当にぜひぜひ行ってください、ね、ね、そうですね、まあ、だってつながりができるのはすごい、ね、いいですね。いいと思います。嬉しい、本当に。だ、今日ね、ここもね、台東区でさ、あ、こうね、つながりがいろいろできるから、本当にありがたかったですね。そうですね、本当にすごい嬉しい。やっぱこうやってこう輪がつながって、こうみんな幸せになれたらいいですね。楽しい。幸せ、みんな幸せ。あ、私いいことのいいことあったのこれだな。オッケー。あ、取ってつけたよ。あれなんかうまくまとめた感がすごいな。持ってったね。サブ MC 仕事したよ。みんちゃん持ってったな。さすが。そういうポジションなんだね。これやるよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組大丈夫かね。続くからちゃんと。ね、ケイさん、またよろしく。またよかったら、あの、呼んでいただいて。ぜひぜひ、はい、ありがとうございました。はい、今度お店のなんか食べ物持ってきますから。あ、そうですね。ね、ぜひちょっとそうやって感じでまたアピールしたり、はい、まあ、本当美味しいんで、ぜひ皆さん行ってください。本当にもうおすすめします本当に。あ、関係でティーシャツ。はい。これしてます。かっこいい、売ってるんですか。あ、これ売ってますよ。おお、はい。あ、じゃあぜひちょっと皆さんお求めいただいて。後ろも一応こう。わお、かっこいい。いいですね。かっこいい。税込み2,500円です。とても安く。はい、これいいやつです結構。すごいお手頃です、ね。ほぼ原価です。ほぼ原価で。はい、ドラゴン T シャツ6,000円とは違う。それ言おうか。ブランドが違うじゃん。ブランドが。道をロンドン。ね。そう。道をロンドン。いやでもこっちの方がかっこいいですからね。そうですか。ぜひぜひ。よかったな。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい。終わりの、はい、なんかね。はい、また終わりが近い。あ、あと10秒前になります。そうですか。そうですね。じゃあ本当に、ね、今日。あ、せーの、ドラゴンって言いますね。あ、わかりました。はいはいはい。せーの、ドラゴン。